中山きんに君マッスルランナーズ、いやー、ということで力こそパワーなゲームやっていきましょう。中山きんに君の初の公式ゲームらしいけど、どちらかというと非公式のゲームやりたいですね。海外に行った彼が銃社会のストレスでどんどん痩せていくゲーム、そんなのないかな。うわー、すごい、意外としっかり作られてるキャラモデル。まあランゲームなのでぴょんぴょんぴょん、プロテインを取って緑のゲートのところで、なるほど、ん？チンニングができなかった。あ、これケーキを取っちゃうとダメなのか。いいじゃん、今日はチートデーってことにしようぜ。対ボス、うん、筋肉から飛び出る。いけ、タンパク質を貯めてポージング、いやー、なるほど、ここの吹っ飛ばした倍率が最終ポイントの。ステージ1クリア。まだ体が、体組織が 1% しか構成されていない。筋肉ルーレットスタート、よーばい。これは筋肉を貯めていくとどうなるんだ。アバター、なるほど、肌の濃さやコスチューム、アクセサリー、この辺りはどうアンロックしていくのか。ステージに走っていきましょう。これで、はい、あそこのゲートはくぐるだけでいいのかな。大きいプロテインを取り、ゲージがマックスになって、でボス戦に入り、同じ流れで、お、今度はマスクスいけたか。6倍で、さらにここからルーレットで、惜しい、3倍だった。でもちゃんと彼のボイスが入ってるのはいいですね。で広告を消すためにはおそらく課金でしょう。980円でこの煩わしい広告を排除することができる。しっかりとやり込むなら入れた方がいいね。永続かどうかわからないけど、ボーナスを入れてステージ3を走っていく。ちょうどいい判定のところを走らないと2列取れない。いい感じに取れてきた。タップ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 。パワーの方はないんですかね。お、かけ9倍、いいね。でここでボス戦、今までのステージよりしっかりプロテイン集めてないといけないんかね。ゲートを通り、糖分は取らないように。でも糖分は必要っちゃ必要だからな。真ん中のなんだこれ、ん、ゲージが足りてない。そしてボスは自分自身だった。筋肉ビーム同士のぶつかり合いがなんとか惜しかった。アクセサリーをゲットした。帽子をかぶって、ステージ5。さあステージ内容は全く変わり映えがしないぞ。さあみんなもそろそろ飽きてきた頃だろう。わしもじゃ、わしもじゃみんな。お、飛び箱がある。飛べないのかい。そこは飛ぼうよ。さあ倒れてる場合かい、もう一度やるのかい、やらないのかい、どっちだい。これは見といてよかったね。やらない。あ、また最初からスタートになっちゃった。しっかりやり込むなら本当広告外さないとストレスがひどいからな。一回やるごとに結構長めの広告を見る羽目になるからね。まあ海外ゲームのこういうランゲームよりかはましたけど、あ、中ボスがいるんだ。海外系だと広告で出てくるゲームももっと悪質な広告だらけだからね。
まあ、広告のところはカットしてるから分かりづらいだろうけど、30秒ぐらいはかかるけど、まあ、それでもまだ普通の広告言ってみちゃえばばっかりだからまだマシなんだけど、海外系だとなんだろう、罰が全然押せなかったりとか、絶対狙ってんだろ系がね結構あるからね。とはいえこのゲームやった時に出てくる広告もまあ大概だけど、あまり見てて気持ちのいいものじゃなかったけど、まあそれもなんかアルゴリズムあんだろうね。なんかプレイヤーの傾向というか、いろんなスマホゲームやってるから、もしかしたらなんか他で見てたやつが作用してるのかもしれない。そしていきなりステージ長くなったね。あ、反撃が、なるほど、一発でやれなかったからか。そろそろあれかな、ジムのステージが出てきて、この器具はまだ暖かい、近くにマッチョがいるはずってやり始めるかな。ステージが進んでくると、この何が手に入ってんの、ささみネクストコンテスト、これを集めて倍率を上げていき、タグ分 100% いくと、なんかボーナスゲームが始まるんだろうね、この類でいうと。そしてめちゃめちゃ固まってる、重い。でここでジャンプして、ジャンプしてるけどちょっとゲーム自体がめっちゃ重くなってるからいいタイミングでなかなかいけないけど、ビョーンとイターバンで、これはなんか下がっちゃいそう、通らないでおこう。ゲージ全然溜まってないけどいけるかね。うっ、あ、これは負けるかも。いや、こっちが先手を取れてるから、チンを打った。16.5倍、美味しいです。ステージ7、危ない。ピョーン、ロイター版で天高く飛びつつ、上がってんの下がってんの、そりゃ上がるでしょう。危ない、今うまく取れたね。反撃を許してしまった。しかしこれでポージングショープはこちらに軍配が上がった。もうちょいだね、 84%。 ボスバトル、タップで押し切れ、ボスを倒して 100% 達成。さあ何が起きる、ニュースキンが手に入った。しかしそのスキンをゲットするのにも広告を見る必要があると。ちょっと違う？もういっか。ほんとね、ゲーム自体はポンポンやれればいいんだけどね、広告を外さない限りもう一戦ごとに広告がどんどん出るから、そこでテンポが崩れるので、ちょっとここまでにしとこうかな。パワーが楽しめれば楽しめるゲームかもしれんが、まあこういうもんですよ、分かってはいたさ。ということでご視聴ありがとうございました。中山きんに君はこんなゲームでよかったのかな。やっぱり銃社会のストレスからね、痩せていくきんに君を慰めていくゲームの方が面白いと思うよ。